第二節難航した論文審査研究論文が日本がん治療学会雑誌という名の通った医学雑誌に掲載されたので私は論文を学位博士号審査に提出しました論文は教授会で審査されます論文は各教室の主任教授が認めてから教授会の審査に提出されるのでよほどの問題がなければ 簡単に合格とな,るのが普通ですなぜなら論文が合格しないと責任者である主任教授の面目が丸つぶれになるからです。教授会の論文審査日にはいつも10人から20人の論文審査があるのに運悪く私の論文審査日には私を含めたった3人しか審査がありませんでした。人数が多いと。 教授たちは時間がないので、ろくに論文も読まず、適当に通してしまうのですが、人数が少ないと時間があるせいか、熱心に論文を読んで質問してくるのが通例でした。私の論文審査は最後でした。しかも、まだ、時間が十分にあったため、あちこちから質問攻めに遭いました。はじめのうちは良かったのですが。 当時のボス的存在であった経医学部長がこの研究は中学生が試験管を並べたような幼稚な実験だと悪意を持って感情的にけなしたためぞっと席を切ったようにあちこちからほぼ探しの質問が始まり結局は不合格となってしまいました内容の議論ならまだしもトゲのある感情論で来られては話になりません まあ博士号は諦めようかとも思いましたが、博士号がないと、何かと、肩身が狭く不利な点も多いので、ここは、一つ我慢をして一切反抗せず、選挙の時の議員候補のように平心平頭して、お願い戦術に徹する方針にしました。最大の論点は、赤血球が栄養素としてがん細胞に取り込まれるために貧血が起こる。 ななななどととといいいいうう現象ははありえし、ここんな実験かからは証明でできないという反対論が強かったことです。私は試験管の中での実験は生体内の出来事を想像して立てた仮説を証明するために行うものだから私の実験結果からはこのように考えてもいいのではないかと主張しました。これに対してそんなことは絶対にありえないというある。 基礎医学、直接患者さんの診療をする分野を臨床医学医患者さんの診療には関わらずに解剖学生理学病理学細菌学など基礎的な学問の研究をする分野を基礎医学というの教授の意見が平行線で全く妥協点はありませんでしたこんな論法がまかり通るなら医学生物学において試験管の中で行う実験は 何の意味もなないことになりますしかしながら直接反抗すればこちらの負けですので私はひたすら誠に行き届かず申し訳ありませんという言葉を繰り返しました後から他の先生からもいろいろ言われました臨床医の A 先生のお言葉大体において論文を英語で書かないからいけないんだ英語で書けば 審査の時に読むのが面倒だから、大した質問も出ずに通るのに、残念なことをしたが、同じ頃、ある、医師が審査に落ちた日本語の論文を、全く、同じ内容の英文に書き直したら、何のクレームもつかずあっさり合格し、語り草になっていました。どうやら、日本の医学界はアメリカの植民地のようです。基礎医学者の B 先生のお言葉。 臨床の医者の論文はろくなものがない。いつも落としてやろうと思っているが、臨床の教授の面子もあるので、なかなかそうもいかない。臨床で論文を書くことは、今や非常に困難です。なぜなら、人体実験は倫理上できないし、手術術式などの研究はほぼやりつくされています。このため、ほとんどの臨床医は、 基礎医学のの試験験と動物をを使っった実でで学学位を取っているのが現状です。基礎医学では仮説を立ててどんなことでも言えるのでちょっとした実験をやれば論文はいくらでも書くことができますしかし臨床医学では目に見えた治療効果がないとなかなか論文にならないので簡単に論文を書くことは難しいのです 多くの臨床医は大学で患者の診察や手術をしながら片方で基礎医学の実験研究を行っているので大変忙しく大した研究はできるはずがありません厳密に審査すればほとんどの論文が不合格になるでしょう私の所属する教室の C 教授のお言葉どうせ地方病院へ赴任する医者の論文だから 目くじらを立てる必要はないよ通せばいいじゃないか。論文審査会も融通が利かないな。このような現状だから石イコール博士という不思議な現象が起こるのでしょう。結局大学の面子として直接この論文を通すわけにはいかないから私が別の内容で書いたがん治療学会雑誌の論文を学位にすることで妥協が成立し やっと学位をいただくことができました。博士号の審査などというものは内幕を知ると唖然とするものです。千島氏も博士号に関して私と同じ経験をしています。千島学説の画期的論文は九州大学で学位審査に提出されたものの審査には通してもらえませんでした。 そんなことは絶対にありえないという石頭の学者たちに阻止されたのです。結局、千島氏は別の無難な内容の論文で学位を取り、博士となったのです。少し内容を変えてはみたものの、私の論文も阻止されたのは、既成学説の壁が非常に厚いということと、千島学説的発想が正当派からは危険思想のように思われているからなのです。 私自身は、千島喜久先生と同じ経験をしたことを、名誉であると誇りに思っています。